久保さんやっぱコピーライティングって大事ですよね。うん。まあみんな結構軽視してるというか、まあそこ勉強してないというか。うん。まあそこら辺コピーだらけですからね。うん。なんかコンビニ行って新しいもの買うにしてもコピーじゃないですか。うん。だから今回の商品、新商品が、まあこれちょっとパクリなんですけど、非常識なコピーライティングっていうね。 なんかそれも商品名のキャッチですよね。まあでもこれ、非常識なコピーライティングじいいよ、常識的なコピーライティングより非常識なコピーライティングの方がどういうコピーライティングなのかなって思いやすいですよね。だから非常識な成功法則。常識的な成功法則より非常識な成功の方が非常識に成功ってどうだからこの A の単語と A の単語をこう合わせるとどういうことってなるってことですね。うん、成功と非常識。 これを噛み合わせると、非常識に成功するってどういうことだろうみたいな感じですよね。もしくは、成功、成功するテンプレートとかね。7つのテンプレートとかね。成功、月収100万稼ぐ7までの7つのテンプレートとか。これを稼ぐためのテンプレート。まあ、さっきのやつは、成功するんだけど非常識みたいな。なんかいろいろありますね、本当に、ね。 いってらっしゃい